NPB、粗相。日本野球機構は1日、セパ両リーグの出場選手登録及び抹消を公示。ひとたびは巨人6選手の入れ替えが発表されたが、その後、NPB 側の手違いによる誤りによって訂正される異例の事態となった。この日午後3時に更新された NPB 公式サイトの出場選手登録及び登録抹消では、巨人の北竜介捕手、秋広優斗内野手、佐々木俊介外野手の登録と、グリフィン投手、坂本隼人内野手、丸義弘外野手の抹消が発表された。しかし、約1時間後の午後4時過ぎには、6選手の名前が消され、本日15時に公示した、読売球団の北選手、秋広選手、佐々木選手の出場選手登録、及びグリフィン選手、坂本選手、丸選手の出場選手登録抹消ですが、上記6選手の出場選手移動情報は、NPB 側の手違いによる誤りでしたと発表。読売球団の本日の登録、及び登録抹消はございません。お詫びして訂正いたしますと謝罪した。巨人は2日の DeNA 戦かレギュラーシーズン最終戦。SNS では最終戦でないのか。最終戦で打席立つとこ見たかったと坂本らの抹消に落胆する声も上がっていたが、異例の修正に今度は驚きや戸惑いのコメントが続出した。平内と菊池はないのか。一日先走ったのか。やらかしたな。最終戦やって抹消だろ。青木の最後だし、青木に対して失礼に値するしな。巨人が力技で取り消しただけ。あるんですね、そんなことが間違いは誰でもある。秋広にチャンスあげるのかと思いましたが。お詫びだけで済ませていいことか、ファン舐めてるだろ。どういう話か、なんかどうにかしてる。今日試合ないのになんでと思ったけど、フライングしたってこと？何をどうやるとこんな間違いが起きるの？明日の工事の予定が今日出しちゃったってことじゃないかな。どういう手違いをしたらそうなるんだ？珍しいこともあるもんやね。勝とうとしてるのに、いおりが起こるは途中で若手に多く変更すると思うがよかった。明日の工事の予告だったんだろうね。予告があるのは最終戦ならで、派なのかな？ CS までの一時的な人もいるだろう。あと1試合で怪我されたらいけないし。どういうこと？細かいルールがわからんが、期限までなら一度提出された名簿は取り消せるのかね。間違って巨人が取り消したのを取り消していないと誤って発表しちゃった？普通は試合のない日に登録はせんからな。